というわけで、暑くなってきたけどみんな熱中症対策は万全か。そんな私は塩飴があまり好きになれない、天才美少女大魔導士、マリサちゃんと。今回は企業さんの CM が入るよ。それでもいつもと変わりなく、いつも可愛い、キャッパいい、霊夢ちゃんの、作品紹介コーナー、インプロモーションバージョン。さあみんな今回はなんと企業さんとのタイアップだ。だから今回はこんな感じの特別構成だからね。だけど決してみんなに不必要な情報じゃないから。ぜひとも最後まで見ていってね。それではスタート。ってマリサ企業案件ってマジだったんだね。だから前回の動画で言っただろ。寝言だと思ってた。さあここで今回依頼を受けた企業、サーフシャークさんの紹介だ。こんなクソチャンネルに案件依頼するって、よほどの寛大な企業なんかね。サーフシャークさんの歴史はまだ新しく、2018年にサーフシャーク DV 社が設立した、VPN プロバイダー企業で、現在では65カ国に3200台のサーバーを有するまでになってるな。話の腰折って悪いんだけどさ、横文字ばっかで何言ってるかわかんないんだけど、そもそも VPN って何？よしそれならそんな霊夢にもわかるように簡潔に説明してやるぜ。めっさバカにされてる。まず VPN とは、バーチャル、プライベートネットワークってことで日本語に直すと、仮想専用線ってことだな。わからん。これは例えば自宅の PC や、スマホから動画を見ようとした場合、通常の回線の場合は、セキュリティが甘く、個人情報などを抜かれる可能性があるんだが、この VPN というトンネルを入れることで、保護レベルを飛躍的に向上させることができる上、万が一そのトンネルを破られたとしても、相手には意味不明な、数字の羅列にしか見えないようになっていて、何を見て何をしているのか、さっぱりわからないようになっているんだ。ちなみにこの状態をトンネリングっていうな。じゃあそのトンネリングをする企業さんなんだ。ああ特にこのような使い方をする人におすすめする機能で、中でも海外在住の方で、日本の動画を見たいって人は、回線速度の安定してる、サーフシャークさんをおすすめするぜ。ネトフリなんかを見るとき便利そうだよね。ああ VPN を経由することで安全に楽しめるしな。ああでもそれって結構お高いんじゃなくて、ふっふっふっそれはな。それはまた後にして、ここらで一旦、本編スタート。というわけで本編だ。みんな見てる？トランスフォーマーザ・ムービー。こいつは1980年代、日米少年たちの心をわしづかみにし、家計に多大な負担を与えた。戦え、超ロボット生命体トランスフォーマーと、後のトランスフォーマー2010をつなぐ、ストーリーとして、制作費40億円、制作日数2年、動画枚数25万枚という、破格の条件で制作された日米合作の劇場版作品なんだ。分規模がでかすぎてイメージがつかん。まあ一般的なアニメ劇場版の予算と動画枚数はこんな感じだな。おっ、10倍近いね。それだけこの時代のトランスフォーマーって勢いすごかったんだ。コンボイとメガトロンなんか田舎じゃ手に入らなかったもんな。でもこれって日本で劇場公開してたっけ？いや1986年にアメリカで公開されて、日本には3年後の平成元年に VHS として公開されたな。そうそう日本じゃ2010を見た後公開されたんだよね。ああおかげで日本じゃいきなりコンボイはいなくなるわ。そのせいで宝さんは謎のキャンペーンを始めるわで、多少の混乱があったな。コンボーイ。そしてここからはそんな超大作アニメーション映画に関わった方々を紹介だ。まず制作に米国のハズブロ参謀、プロダクション、マーベル、プロダクション、マーベラス、ウマ娘じゃないからな。実装まだですかー。そして日本の東映動画、音楽に、ロッキー4炎の友情、ノビンス、リコーラ、主題歌を当時人気のハードロックバンド、ライオン。だったっては今でも聞いてます。霊夢最初の方、夕方パワーって歌ってるよな。だってそうとしか聞こえんのよ。また日本からは演出女子として、ドラゴンボール Z の劇場版を多く手掛けた、山内茂康さんや、ワンピースのシリーズディレクターである宇田幸之助さん、そしてランブリッサーやグローランサーシリーズのキャラクターデザインとしても有名な、漆原さとしさんなどが制作に参加されていたな。グローランサー4ハマった記憶がある。私は無印が好きだったな。アーネスト、ライエルかっこよかったよね。声がトレイズ閣下だったしな。そして次にこの作品の特徴だが、まずはなんといってもその圧倒的な作画能力。もうこれは見てもらうしかないが、変形からバトルシーンなどを見ても、そのナチュラルな動きから、カメラワークすべてが今でも十分に通用するものだぜ。おすすめはね、ユニクロンが変形するシーンだよ。あれは本当にすごいよな。そして次はコンボイから、ロディマスに主人公が映る過程を丁寧に描いていること。この物語は当初まだ未熟だったロディマスが、多くの難題を勇気と仲間の支えで、乗り越えていき最後はマトリックスを解放するまでに力をつけていくんだが、その過程が非常に丁寧に描かれていて、見た人の多くにロディマスが、次期司令官であることを納得させる構成になっているのと、
そのためには避けては通れないコンボイの最後を描いていること。これって最初はアメリカの放送コードにかかるんじゃないかって心配されてたんだよね。まあそれもあるが、もう一つはコンボイの最後を描くのはかなり抵抗があったらしくてな。どういうこと？これはお国柄の違いもあるだろうが、やはり当時人気の絶頂期だった主人公の交代劇というのは商業的に見て否定的な意見も多かったそうだ。しかもそれがメガトロンとの相打ちっていうのも、アメリカ人の感覚でいけばあまり受けのいいものでもないらしいしな。やっぱり勇敢に戦ってみたいな。まあ向こうさんの感覚に合わせればそんな感じらしい。どこの国でも主人公の交代って大変なんだね。そうだな。ただこの交代劇は成功し、その成功が後のフォートレスマキシマスやスターセイバーなどが誕生するきっかけになり、トランスフォーマーが現在まで続くコンテンツになったんだと私は勝手に思ってるわけだ。でもスターコンボイとして復活するけどね。あのおもちゃ昔持ってたんだけどな、いつの間にかなくなってたよね。そしてそんな思い出いっぱいのトランスフォーマーザムービーは、サイバトロンたちの母星であるセイバートロン星がデストロンの占領下にあった地球暦2005年を舞台に始まる。サイバトロンはセイバートロン星にある2つの月に設けたムーンベース、そして地球のサイバトロンシテを拠点とし、ふるさと奪還の悲願に燃えていたんだ。しかしそこに伝説として伝わる天体を捕食する超巨大トランスフォーマー、機械惑星ユニクロンが出現。このユニクロンはコンボイが持つあるものを破壊するためセイバートロン星を目指していたんだ。そんな情勢の中、破壊大帝メガトロンは地球のサイバトロンシティを攻撃。当初こそ局地戦の様相であったこの戦いは、コンボイの参戦などでいつしか時代を動かす一つのターニングポイントに変わっていくんだ。そしてそんなトランスフォーマー氏の転換期を描いた作品の主人公こそがサイバトロンの若き騎士、ホットロディマスなんだ。やっと前置きが終わったよー。ホットロディマス、サイバトロンの若き騎士で、白は浅いが正義に燃える熱血感。2005年セイマスタングにトランスフォームすることができ、仕事で忙しいスパイクの親代わりとしてダニエルと一緒にいることが多いな。ちなみに趣味は釣りです。型にとらわれず血気盛んな性格の持ち主で、それゆえ無鉄砲な行動をとることが多く、また好戦的な冗談をよく言うことから、一部子さんの方々からは受けが悪く、イカレ暴走族などというあだ名をつけられてたりもする人物なんだが、その反面誰に対しても色眼鏡なく、フラットに接することができ、その明るい性格はジャンキオンなどの異星人と自然に友好関係を築けるなど、外交面ではコンボイ以上の成果を上げており、ウルトラマグナスも彼の手腕を高く評価する発言をしているぜ。もともとリーダーの素質はあったんだね。武器は、両腕部のエキゾーストパイプからビームを出せたり、右腕から回転ノコギリの総ブレード、左腕には溶接用のウェルディングトーチを備え、また格闘術や、サイバトロン伝統の引き逃げアタックなどを得意としており、主に中近距離戦を得意とするな。当初は軽い発言や暴走行為など、若さゆえの行動が目立っていたが、物語が進むにつれ大きく成長し、終盤ではコンボイに認められ、サイバトロンの真相司令官、ロディマスコンボイとなり、宇宙を一つに、お合言葉に、仲間と共に新たな時代を築いていくことになるぜ。担当声優の石丸ひろやさんが、最初の時と、ロディマスコンボイになった時の、声色を少し変えていて、ああ成長したんだなーって実感できるよ。あれは石丸さんの妙技だよなー。そして次がみんなの憧れ、コンボイ。全宇宙の正義と平和のために戦うサイバトロン総司令官。実はこのコンボイという名称は、日本独自のものであり、言語版での名前はオプティマスプライムって言うんだ。あれ解明されていたんだ。ああ日本展開の際にな。このままでは子供が覚えづらいってことで、当時宝さんが展開していたダイアクロンのバトルコンボイから取ってコンボイっていう名称になったんだ。ちなみに初代のおもちゃもバトルコンボイの仕様変更でした。赤く巨大なキャブオーバータイプのトレーラーに変形することができ、牽引しているコンテナは補給や修理を行うための整備基地にもなるなど、まさに司令官としてふさわしい装備を持っているぜ。武器は中距離用のレーザーライフルやエナジーアックス、そして伝統の引き逃げアタックを得意とし、と付き合いもこなすなど、こちらも主に中近距離を得意としているな。性格は、劇場版だけを見れば、その演出や源太鉄章さんの演技もあり、いかにも渋くかっこいい、完全無欠の主人公って感じだが、実際は崖から落ちるわ、少々抜けたところがあるわと、重度の天然ボケであり、自信満々で発案した作戦の多くが、悲惨な結果になるという、本当に司令官として大丈夫かと不安になることがあるぜ。まあ一部風評被害な部分あるけどね。ただその欠点を補う分だけの、悪に立ち向かい、正しいことを行うという勇気と、強い信念を持っており、人望はかなり厚く、その人格はまさに総司令官といった感じだな。そして次が破壊大帝メガトロン。あれ少なくない？ちょっと今回は尺の都合でな。本当はコンボイの誕生の秘密とかもやりたいし、他の戦士も紹介したいんだが、それは申し訳ないが今後シリーズ化を予定してる、トランスフォーマーシリーズで紹介させてもらうぜ。じゃあその時に、
では改めて破壊大帝メガトロン、デストロン軍団のリーダーにして、コンボイのライバル、拳銃に変形する能力を持ち、頭の回転が非常に速い策略家であり、利害が一致すれば、敵対組織とも同盟を結ぶという非常に合理的な人物で、武力による宇宙征服、完遂を最大目的に、日々サイバトロンと争いを繰り広げているぜ。その肩書きや、日頃の言動から、非常に残忍かつ冷徹な人物という印象を持たれがちだが、実は本編では非常に表情豊かなキャラクター付けがされており、一部熱狂的なファンからは、自主大帝、破壊大帝というあだ名まで付けられてるぜ。例えばどんなところか、よしそれではここでそんなメガ様の、心温まる活躍っぷりの一部を紹介だ。これは本編を見たことがある人は知ってるだろうけど、毎回裏切る愚かな部下に対して、叱責や処罰はするが処刑はしない懐の深さを持ち、まあ主にこいつなんだけどね、エネルギー確保が目的にもかかわらず、原子力などの危険なものには手を出さず、水力発電等のエコロジーなものばかり狙う慎重さがあり、未知の先進技術への理解を示し、地球人を見下しつつも決して手は出さないという、とても慈悲深い方なんだ。まあ確かに理想の上司だわな。ただその反面、自身の命に対しての執着はすごくそれが絡むと、見事な手のひら返しを見せたり、職場への不満や利敵行為は一切許さず、地球が滅亡しかねない作戦を実行したりと、悪の破壊大帝らしい一面も持ってるな。なんかものすごく人間臭い人だよね。まあだから人気があるんだろうな。ちなみに戦闘スタイルは、右腕に装備された融合カノン砲や、そこら辺に落ちていた、サーベルや廃材などを使うオールラウンダーだな。この方の声優は、加藤清三さんが一番しっくりきます。そして8分後に裏切る部下としても有名な、デストロン軍団の小物界の大物、スタースクリーム、デストロン軍団のナンバー2にして、次期リーダーを自称し、戦闘機に変形する、ルエを見ないほどの愚か者。全部自称会。性格は非常にわかりやすく、ずる賢く卑劣、典型的な小悪党といったところで、自分が有利な時は強気に出ては相手を見下す発言をするが、不利になると途端に逃げ出し、追い詰められると恥も外聞もなく同情を買おうとしたり、手柄をめぐって敵は愚か、仲間の足さえも引っ張ろうとする、まさに真にゲスな根性の持ち主。まあ否定はできないっていうね。ただこの表情豊かなキャラクター性と、その見事なまでの手のひら返しっぷりは非常に人気が高く、謎の固定ファンが多く存在し、その後のシリーズにおいてもなくてはならない存在として、たびたび登場しているな。こういうのって実社会でも悪運強く生き残るからねー。まあ憎まれっこよにはばかるとも言うしな。ちなみに武器は両腕に装備されたブラスターとミサイルを主に使用するぜ。そしてこんな個性豊かなキャラクターが大活躍する、トランスフォーマーザムービーは、セイバートロン星が、デストロン軍団の占領下にあった、地球歴2005年を舞台に始まる。とその前に、ここで一旦90秒 CM だよ、後編はその後だな。それでは CM スタート。あれ CM の台本どこ行った？霊夢ここあるぜ。さあここで CM だ。この CM はサークシャークさんの提供でお送りするよ。霊夢、VPN の機能は少しはわかったか。まあぼんやりだけどね、要はセキュリティ関係だね。まあそんな感じでいいぜ。そしてここではそんなサイバーポリスと言っていい。サーフシャークさんの特徴と利用時の注意点を解説だ。まず特徴としてはノーログポリシーという約束ごとの下で運営されていること。これは利用者の履歴を一切残さないということで、履歴が残っていなかったら履歴が漏れることはないよねって発想だな。そりゃそうよね。そしてもう一つは同時接続デバイス無制限。こいつは一つのアカウントを家族で共有することが可能で、家族がそれぞれ別のデバイスを使っていたとしても、サーフシャークさんを通すことで強引に家族の情報を守ってくれるんだ。ちなみに対応 OS は Windows や iOS など様々あり、日本で流通しているものはほぼ全て使えるよ。そんでマリサ結局これいくらなのよ。どんないいもんでも高かったら使えないよ。そうだな。それでは料金設定だが、料金プランには複数あり、まずは月額プランで約1700円、1年契約で約6300円だ。まあ安いっちゃ安いけど、どうかなー。もう一声。そんな霊夢の声に答えて、概要欄にあるリンクから、とんでもないクーポンコード、アインチャンネルを入れてもらうことで、選べる特別プラン、2年プランが 83% オフプラス3ヶ月無料、30日間返金保証付き、を用意してるから、みんなぜひ検討してみてくれよな。おっ、なんか現実的な数字じゃん。まあ月額約300円で安全が買えるならいいと思うぜ。それじゃあここらで、後編スタート。やばいよマリサ、今回結構忙しい。霊夢マイク入ってるマイク。よしここから後編スタートだ。みんな見てるー。物語の始まりは地球歴2005年。この時代サイバトロンたちのふるさと、セイバートロン星はデストロン軍団の占領下にあり、コンボイ率いるサイバトロン軍団はセイバートロン星の衛星である2つの月と地球のサイバトロンシティを拠点に、故郷奪還の悲願に燃えていたんだ。
そんな情勢の中、サイバトロンの若き騎士ホットロディマスは、親友である地球人ダニエルと共に、趣味の釣りに出かけていたんだが、そこに破壊大帝メガトロン率いるデストロン軍が来襲し、平和だったサイバトロンシティを戦場へと変えてしまう。この九州に基地司令ウルトラマグナスは、シティを戦闘モードにし対抗するが、デストロン軍団はインセクトロンや、ビルドロン部隊を効率的に運用し、ついに最終防衛ラインに迫り、もはやここまでかと思った時、そこに救援が駆けつけるんだ。それこそが、そう我らが総司令官コンボイ。言ったったパパー。イエーイ。コンボイは必殺の引き逃げアタックを駆使し、瞬く間にデストロン軍団を駆逐。そしてついに積年の宿敵であるメガトロンと決着をつけるべく、一騎打ちに臨み、メガトロンに致命傷を負わせるも、自身も回復不可能な傷を負い、側近のウルトラマグナスに、歴代サイバトロン総司令官に受け継がれてきた銀河の英知の結晶、マトリクス、を託し皆に見取られながら息を引き取ってしまうんだ。ちなみにこの時弱ったメガトロンさんにスタースクリームさんが蹴りを入れてました。一方その頃、かねてからデストロンのリーダーの座を狙っていた、野心家の航空参謀スタースクリームは、ここぞとばかりに、宇宙空間に満身創痍のメガトロンや負傷兵多数を放り投げ、下克上を達成し、セイバートロン星に帰還。劇場版でも安定のスタースクリームさん。しかしこの行動が、彼の破滅への引き金になってしまうんだ。おっついにラスボス出現かな。そうスタースクリームに捨てられ、宇宙空間を漂っていたメガトロンと部下たちは、銀河の彼方から現れた超巨大トランスフォーマー。ユニクロンにマトリクスの破壊と引き換えに命を救われ、ガルバトロンとして復活を遂げ、同じくユニクロンの手で新たな力を与えられた、スイークスらと共にセイバートロン星を目指す。この時の蘇るシーンすごいよね。まあなんつってもこの時代だから手書きだからな。そしてそのセイバートロン星では、新たに破壊大帝に即位したスタースクリームの、戴冠式が行われていたが、そこにガルバトロンが襲来。ガルバトロンは、スタースクリームを即座に排除し、破壊大帝に復帰すると、すぐさま手のひらを返した部下を引き連れ、ユニクロンに命じられていたマトリクスを破壊するため、全軍に出動命令をかけるんだ。さすがに今回は許してもらえなかったスタースクリームさん。一方、サイバトロンの生き残りは、セイバートロン星を目指していたが、その旅路の途中ガルバトロンの襲撃を受け、ウルトラマグナスとマトリクスを失い、チリジリになってしまう。サイバトロン絶対絶命じゃん。そうしかしこの試練は、サイバトロン復活の足がかりになっていくんだ。どういうこと？まずは生存者ウィリーや、銀河のジャンクや、ジャンキオン軍団のリーダー、レッグガーを仲間に加えられたこと。ちなみにウルトラマグナスは、ジャンキオンが修理して復活します。そして何よりこの試練の最大の収穫こそが、ホットロディマスの成長なんだ。物語序盤こそ若さゆえの行動が目立っていたロディマスであったが、クインテッサ星での戦いや、惑星ジャンキオンでの様々な経験は、彼の急速な成長を促し、この成長が後に襲いかかる、大きな闇に光を灯す結果につながっていくんだ。そして物語はついに終盤へ、ウルトラマグナスからマトリクスを奪い取ったガルバトロンは、それを手にユニクロンに対し、自身の軍門に下るよう言い放つ。しかしこの行動はユニクロンの逆鱗に触れ、彼は自身を遥かに凌駕する、巨大な力を見る結果になってしまうんだ。その巨大な力とは、ユニクロンのトランスフォーム。一つの惑星に匹敵する大きさを持つユニクロンは巨大な振動とともに、人型に変形し、ガルバトロンの裏切りの制裁として、彼が統治していたセイバートロン星に襲いかかる。その力は一撃で街一つを破壊し、迫り来るデストロン軍団を軽々となぎ払う力があり、スタースクリームを一撃で葬り去ったガルバトロンのカノン砲も、その力の前では、全くの無力になってしまうほどだったんだ。ガルバトロンさんこの直後食べられちゃうからね。そんな悪夢のような光景が展開されていたセイバートロン星に、到着したサイバトロン軍団は、ふるさとを守るためユニクロンの目を突き破り体内に侵入し、内部からの破壊を試みるが、体内の防衛システムに阻まれなかなか先に進めずにいたんだ。そんな事態が変化していく中、ホットロディマスはユニクロンの体内にて、遭遇したガルバトロンに単身戦いを挑むが、その実力差に圧倒されてしまい、窮地に陥る。まあなんだかんだ言っても、ガルバトロンも歴戦の勇士だからね。外では破壊されていくセイバートロン星、内部では絶体絶命のホットロディマスと、命運突きかけたかに見えたが、そこに奇跡が起こるんだ。ここでザッタッチが流れます。その奇跡は小さなきっかけからだった。ホットロディマスが、偶然触れたマトリクスが反応し光を放つ。それは今まで歴戦の勇士であった、ウルトラマグナスや、ガルバトロンでさえも受け入れられなかった。マトリクスが新たな持ち主、サイバトロン新司令官を選んだ瞬間だったんだ。ホットロディマスはマトリクスと融合しロディマスコンボイに変身。そしてガルバトロンに向け言い放つ。今日がお前にとって最後の日だぞ。ガルバトロンと、ロディマスコンボイとなったその力は圧倒的で、
ガルバトロンを銀河の彼方へ放り投げると、後を頼んだぞ、ロディマスコンボイ、というコンボイの言葉に後押しされ、マトリックスの力を解放。その光はユニクロンという、大きな闇を切り裂き新時代を照らす光になっていったんだ。そして新たに総司令官に就任したロディマスコンボイが、セイバートロン製の奪還を宣言したところで物語は終わり、時代は新たな2010へと続いていくことになるんだ。これがトランスフォーマーザ・ムービーの大筋のお話だな。しかしまあだいぶはしょったとはいえ、これだけの話をよく劇場版の長さに収めたよね。実際本当にそう思うぜ。この作品はコンボイとメガトロンの決着、ロディマスの成長と力の継承、ユニクロンの撃破という、通常なら1クールかけてやる、お話を破綻なく劇場版サイズでまとめてる上、あの圧倒的な作画技術、ライオンをはじめとする豪華なキャスティング、まあどれを撮ってみても、当時のトランスフォーマーの勢いがあればこそ、できる代物だな。当時ディズニー作品以外の、アニメーション作品では初めて、サウンドトラックを出したのもこの作品なんだよね。ああアメリカ本土での話な。くどいようだけどやっぱ、当時トランスフォーマーの勢いってすごかったんだね。そうだな。ただ二つだけ許せないのが、なぜか日本語版のデジタルリマスターが出ないのと、トランスフォーマーの新作が出てもこれだけの作品なのに、今一つ話題に上がってこないんだよ。だから今回この作品を取り上げたんだけどね。まあそうなんだけどな。みんなもこの作品は絶対見る価値あるから。レンタルでもいいんでぜひ一度は見てみてね。それじゃあ今回はここらでお開きといこうかな。じゃあとりあえず BGM 変更と、エンディングオープンだね。さて皆様今回はチャンネルとしては、企業案件という初の試みだったんだが、見ててどうだったかな？実を言うと今までも案件のお話は複数いただいてはいたんだが、もともと他人様のふんどしで相撲を取ってるようなチャンネルなので、丁重にお断りしていたんだ。それがなんで今回受けたかというと、うちの雑用係の友人が以前、LINE を乗っ取られるという事案があってな、みんなにもネットに潜む危険性を考える機会にしてほしいと思い、この度の依頼を受けさせていただいたんだ。まああいつに友人がいたことにびっくりなんだけどね。まあ一人ぐらいいるだろ。そこそこ生きてんだから。でもそういうきっかけにしてくれたらいいよね。そうだな。安全に使えればネットには無限の可能性があるし。私たちもみんなに会えるしね。そういうこった。それじゃあ長くなってもあれなんで。みんなまた次の動画で。ここまで見てくれた視聴者さん、サーフシャークさん、そんで担当の野口さーん。今回ありがとう。で野口さんって私たちしかわからんだろ。まあいいじゃんいいじゃん。まず感謝を伝えるのは大切だしな。